はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロード12球団編です。今日でログインが、317日目ですね。はい、今回はですね、まず投資らせの方から見てもらいます。はい、こちらですね。はい、スカウト、お一人様1回限り無料で引けるアニバーサリープレゼントスカウト開催中ということで、今回はこれをやりたいなと思います。はい、S ランク2020アニバーサリープレイヤー第1弾選手確定ということで、これは非常にありがたいんでね、これを今回やりたいなと思います。はい、まあそうですね、イベントの方は大抽選会来てますね。はい、大抽選会来てて、でドリームキャラバン来てます。はい、ですね、まあまず大抽選会の方なんですけども、一応いつもはね、僕 A 賞に全部突っ込んでるんですよね。ほんで今回ももう全部 A 賞に突っ込むかなと思ってます。この S ランク自チーム契約書シリーズ 2×10 1000エナジーというね、もう当たればもうすごいんですけども、これにまあこの12球団編も阪神純正編もね、ずっと全部突っ込んできてますんで、今回もそうしようかなと思ってます。はい、まあこういう感じで他あるんですけどね、まあもう全部 A 賞に突っ込んで、まあ外れてもね、エナジーにで返ってきますんでね、まあそれでいいかなと思ってます。まあいつの日か当たることを夢見て、全部エースに突っ込んでいこうかなと思ってます、今回も。はい、あとはですね、ドリームキャラバンですね。ドリームキャラバン、1週間のイベントで来てます。イベント説明で10月27日の14時59分までということで、1週間ですね、来てます。この報酬の方でね、5週目で A ランクアニバーサリー契約書1枚1段これ来てますんでね、これはありがたいですね。で8週目で A ランク自身もアニバーサリー契約書、これも来てますんでね、まあ今からね、無料のやつ10連やるんですけども、それでまあ現突一つを確実にね、多くできますんでね、これは非常にありがたいかなと思います。で10週目で S ランク契約書ということですね。はい、まあキャラバンですんでね、このキャラバンボックスでこちらの方でね、1等出れば S ラン確率 S30% 契約書、これももらえますんでね、これもきっちりやっていきたいなと思います。はい、それでは、アニバーサリーの無料10連の方をやるんですけども、その前に一応欲しい選手確認しておきます。はい、まず柳田選手、このアカウント12球団編ですけども、ソフトバンク女性組んでますんで、柳田選手ぜひ欲しいですね。2020シリーズは一応極めでもってますんで、まあ、継承という形になりますけども、ぜひ欲しい選手です。はい、山川選手は A ランク2枚持ってますんで、ぜひ欲しい選手ですね。はい、村上選手も A ランク2枚持ってます。はい、ぜひ欲しいです。マルティネス選手は A ランク1枚持ってませんのでね、今回はちょっといいかなと思います。はい、森下選手も A ランク1枚持ってませんのでね、今回はちょっと来てほしくないかなと思ってます。梅野選手、阪神は梅野選手なんですけど、梅野選手一応ね、リーグオーダーに、2020シリーズ1の突4で S ランク持ってますんでね、まあ先ほどのキャラバンボックスにも A ランク自チームのアニバーサリーの契約書もありましたんでね、極みにもできますんで、継承もできますし、梅野選手もぜひ来てほしいなと思ってます。宮崎選手は A ランク3枚持ってますんで、ぜひ来てほしいなと思います。丸選手は A ランク2枚持ってますんで、来てほしいです。強いですからね、ミート80、パワー81、ぜひ来てほしいなと思います。山本由伸選手は A ランク3枚持ってますんで、ぜひ来てほしいなと思ってます。一番今回ちょっと来てほしい選手の一人ですね、山本選手。はい、で有原選手は A ランク2枚持ってますんで、まあ球威、制球、スタミナ全て A 乗ってますし、球威、制球は同値ですからね、ぜひ来てほしいなと思ってます。でロッテ石川選手は A ランク3枚持ってますんで、これもね、ぜひ来てほしいなと思ってます。9位請求同値。はい、で浅村選手は A ランク2枚持ってますんで、ぜひ来てもらいたいなと思ってます。はい、強いですからね。はい、で柳田選手ということですね。はい、まあ、ほとんど来てほしい選手ですんで、まあそうですね来てくれると非常に嬉しいですね。はい、それでは、いきます。S ランク2020アニバーサリープレイヤー第1弾1人確定、1回限り無料行きたいなと思います。一番欲しいのは一応まあ山本選手ですね、オリックスの、来てほしいなと思います。行きます。アニバーサリープレゼントスカウト、お一人様1回限り無料で引ける10連スカウト、お願いします。A ランク来い。さあ2枚来てもいいよ。さあなかなかいい演出ですよ。
誰来るか。A ランクもね、なんか、おお、演出変わってる、すごい。演出変わったんですね。うん。おお、いきなり、おお、井上選手。いきなり A ランク来ました、シリーズ2。はい。いきなり A ランク、いいですね。はい、いい出だし。もっと来い。S ランクも来い。おお、おお、高橋選手。A ランク2枚来ました。いや、いいですね。いい感じです。はい。もっと来い。S ランクも来い。ん、もうないか。おお、おっ、甲斐選手来ましたね、シリーズ1。はい、一応あの S ランク持ってないんですけども、これで A ランク8枚目くらいですね。はい、まあでもこれでも嬉しいです。はい、甲斐選手来ました。 A ランク3枚来てます。さあ最後、アニバーサリープレイヤー来ます。一番欲しいのは山本選手、来てくれ。おお、来た、すごい、山本選手来ました、狙い通り。いや、これはちょっとめちゃくちゃ嬉しいな。一応 A ランクね、3枚マックスで持てるんですけども、先ほどのあのキャラバンボックスでね、1チームありましたんで、突4までいきます。よしよし、一番欲しい選手来ました。これは嬉しい。はい、ありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しい。しかも A ランクも3枚来てますんでね。いや、これはちょっと良かったんじゃないですか。はい、嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しい。ちょっと能力見ます。はい、改めてもう一回見ますね。いや、山本選手来た、嬉しい。無料で、はい、適正先発です。985、制球78、スタミナ80ということで、素晴らしいですね。はい、今年もね、非常に、防御率ですかね、防御率非常にいいですからね、今年もね。はい、すいません。先発です、中継ぎ C、 中継ぎも行きますからね。はい、球種も多いですし、いや、これめっちゃ嬉しい。ちょっと席が、すいません、咳込みました。はい、いや、めっちゃ嬉しいです。狙い、一番の狙いの選手です。いや、これはめっちゃ嬉しい。何回も言って、すいません。いやー、嬉しいです。はい、ありがとうございます。これでちょっとまた、この12球大変ね、覇王初昇格目指しますんで、現在はリーグランク8ですけども、これでちょっとまた覇王に近づけるかなと思ってます。よかったです。はい、今回こんな感じですね。はい、アニバーサリーの無料10連、一番欲しかったオリックスの山本選手来てくれましたんで、もう最高です。ありがとうございました。今回こんな感じです。また動画あげますんで、見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード12球団編でした。